一輪車スピードラーニング、タチクイックからピルエット。まずは以前スピードラーニングで投稿した連続ピルエットと連続クイックを完璧にマスターしましょう。早速チャレンジ。こちらはクイックを連続で行い、最後にピルエットをしています。こちらはクイックをした後にピルエットを2回しています。ピルエットをするときにもクイックをするときにも、吸っている方の足でタイヤを送って進もうとするのは綺麗ではありません。円が小さくならないように回ることと、膝や上半身を使って体重移動することを意識してみましょう。次回のスピードラーニングもお楽しみに。